前回の時ですね、私はこれは議論が、まだ十分終わっていないと、質問に対しても十分お答えして、いただいていないということでですね、次回はこれは継続審議ですねという質問をいたしました。それに対して、市村さんは、それについてのお答えはなく、審査書については法案院で、見直させていただくというような趣旨のことをおっしゃいました。そこで今日で終わりであるとか打ち切りであるとかそういうことは一切おっしゃらなかったんですね。で、まあ、私もそのつもりでおりましたら、もうこれは今日で打ち切りになる、のだということが新聞報道で伝えられて、で安全委員会にも提出されたということになりました。それで、当然ですね、その書き直された審査書は次回の、つまり今日ですね、今日提出されて、それについて意見交換がされるというふうに理解しておりましたにもかかわらず、それ以前にも出されたということについて、非常な疑問、まあ騙されたんだという気持ちを持っております。これについてきちんとご説明ください。我々としては、まあ、大いについてはですね、十分なご意見を賜ったということで判断をさせていただいたものでございます。議論の途中だと言ってる本人がですね、私もそうですけども、その時にですね、それをもう反映したからこれで出すと、なんでそんなに時間を急ぐんですか。何のためですか。このストレステストの委員会というのは、福島の事故を受けて我々原子力に関わった人が総懺悔だと、ここで本当に福島の事故を繰り返さないためにどうしたらいいか、そのために安全の議論をするんだということから出発したはずです。二次評価なしで確認するのは無責任じゃないですか。斑目さん、何のつもりでこんな会議開いてんですか。あなた一次評価だけじゃ不十分だと言ったでしょ。今日やったらお墨付きは大変じゃないですか。再稼働にそんな無責任になるまでやってどうするんだよ。会議中止してください。こんな不公正な会議は中止してください。委員の人たちもあなた方と責任取れるんですか。大井原発が安全だって今責任取れないでしょ。そんな状態でこんな会議開いて再稼働に関わってどうするんですか。答えてください。黙ってないで答えてください。僕ら何度もずっと傍聴して質問してきたのに一言も答えないじゃないですか。あなた方は安全を語るんだったらきちんと答えてください。また皆さん、今日の会議は何のためにやるんですか。答えてください。もう一回、茶番をやめなさい。茶番をやめなさい。今後は当委員会の意見を踏まえ、二次評価を速やかに実施する。政治的な茶番じゃないか。民主党の安全性の問題はこんなことに関係するのか。取れることが肝要である。以上でございます。渡辺さん、答えてください。ありがとうございました。本件は5人の原子力安全委員会、安全委員で協議を進めて取りまとめてたものでございますので、この資料をもって、委員会の見解を取ることといたします。先ほど申し上げましたが、本件の検討については、内部有識者の先生方には、大変なことの検討や質疑を行っていただきました。私からも改めて御礼を申し上げさせていただきます。世界の国際にあなた始めよ。世界の国際に始めよ。世界の始めよ。世界の始めよ。これでいいの。大変ありがとうございました。これでいいの。触ってやるか。触ってやるか。ふざけんな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 。どこにいるか分かりません。
こんなことで原発再稼働なんてありえないよ。